まあでも行きましょう。小金町バザールから行きます。はい、じゃあ小金町バザールね、ちょっと準備しますね。でですね、小金町バザールってご存知でしょうか。ずっとまあだいぶ長いことやってますよね。いつからやってるのかな。僕がね、大学院生の頃に多分始まったと思うんですよね。10年ぐらい前か。まあ10年ちょっと前ですね。から始まった、なんていうかな、まあ、まあ地域アートみたいな感じですよね。で、小金町っていう地域をご存知の方、というかまあ、どうなのかな、横浜近辺、神奈川に住まれている方は皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、いわゆるあの、あれは赤線でいいんですかね。赤線と青線ってあるけど、いわゆるあの売春街ですね。売春宿がこうずらっとこう並んでた、地域で、そこのですね、いわゆるジェントリフィケーションってやつですよね。まあ、なんて、まあ、きれいにするっていうかな。綺麗な街にするみたいなことで始まった企画です。で、当時中田市長だったと思うんですよね。で、中田市長は結構結構若手のね、やり手の市長っていうことで、横浜市長としてすごい頑張られてた時に、まあその流れでやった中田市長だったと思うんですけどね、多分。でもまあどちらにしてもその流れでやったっていうことですね。で、今は横浜トリエンナーレとセットみたいな感じで、展示が回れるようになっていて、チケット自体もチケットいるんですけど1000円ぐらいだったと思うんですけど、チケットも横浜トリエンナーレとセットで、買えるようになってます。で行ってきました、僕も。で結構実はね、僕ね久しぶりに行ったような気がする。もうでもね、もしかしたらまあまあ結構行ってるのかも。多分横取りの時は行ってるんでしょうね。だから3年に1回は行ってると思う、少なくともね。でもそれ以外はなんかあんまり行ってないかもしれないですね、僕。はい。じゃあ行きましょうか。で、横浜トリエ、あ、ごめんなさい。これが、今映ってるのがですね、全体の、なんていうんですか、まあ、マップですね。で、こう川がバーっとこう、大岡川っていうんですね、これ、ごめん、僕もあんまり知らなかったですけど、大岡川っていうのがあって、小金町駅と日の出町駅ですね。で、それをこう、間をつなぐ、高架下をこう、きれいに、高架下を使って、展示がいっぱいあると。で、基本的にはレジデンスがメインみたいな感じでやっていて、レジデンスをして、アーティストインレジデンスですね、をしているアーティストたちが、展示しているという形になっています。じゃあ、ちょっと見ていきましょうか。でね、どうしようかな、総評から行きましょう。総評から行った方がいいのかな。結論っていうか、全体的に言うと本当にジェントリフィケーションになったんだなっていう感じがしましたね。小金町の記憶を扱うような作品っていうのは、まあこれまでもずっと何度も何度も展示されてきたって言って、まあある種ある意味ちょっとしつこいっていうかな感じがアーティストは感じているのかもしれないけれども、まあ、結構ものすごくストレートに自分たちのやりたいことをいつも通りの形でやっているっていうアーティストが多いように、まあ、僕には見えました。はい。でちょっとまあどうしようかな。ごめんなさいね、大変申し訳ないんだけども、僕は面白くなかったんですよ、やっぱり。で、でもじゃあなんでこう小金町バザールのこの話をしているかっていうと、実は僕はギリギリで2003年にこっちに来てるんですけど、僕大学が SFC だったので、藤沢市だったので、小金町って比較的近いんですよね。まあめちゃくちゃ近いわけでもないけど比較的近くて、で小金町っていうのがまあ有名は有名だったんですよ。でギリギリ最後の僕ちょんどま時代見れてるんですよ。でその時どういう人がいたかっていうと、当時はね、おそらくロシア系、北欧系ですね、の人が、こう、ずらっと、まあ、いるっていうか、顔を出してるんですけど、っていう状況でした。で、ギリギリ、で、本当に最後の最後だと思いますね。だから2003年か4年か、それぐらいに僕見てると思うんだけど、まあ、そういう状況を見ていて、すげえところがあるなというふうに、まあ、当時思った。で、後々、まあ、なんていうかな、
あそこどこでしたっけ、飛田か、飛田新地とか見て、まあ、飛田新地とかもちょっともう規模がもう飛田、これも前話した飛田って、もう飛田は本当に衝撃的でしたね。あんなもんが、あんなもんが、ごめんなさい、あんなもんがっていうとあれですけど、やっぱりその、なんていうかな、合法なのかもしれないけど、合法、まあ違法でしょ。で、やっぱりまあ明らかに売春宿ですよね。が、ここまで巨大な、で、ここまで、もう、大広げにやってるのかっていうのが衝撃的でしたね。で、それに比べると小金町は全然規模は小さいし、地味でした。というのが、飛田とかすごいでしょ。飛田とかこう、照明をバーンと当てて、本当にこう、もう、そのままこう、立ってます。立ってる方は、並んでますからね。中に、道には出てきてないけど、多分あれ道に出てきたらなんか問題あるんだろうな。まあいわゆる、まああれはだからお食事どころになるわけだけど、食事どころのその中にこう、まあなんて建物の中でこう座ってて、ものすごい照明当てられてて、で横に座ってるおばちゃんが客引きしてるみたいな状況だけど、全然そんなことはない、小金町はね。ただ海外の人で、北欧系っぽい人ねが顔を出してるっていう状況でしたね。はい。まあでも多分北欧系だったんじゃないかと思うんだけどね。で、まあ今こうババッと見ていくことにしましょうね。こういう感じで、なんて言うんだろうな、高架下ですよね、に、まあ展示があるわけです。で、まあ、外、こういう外ですね、通り沿いなんかにも展示があって、これはまあ子供たちが描いた絵が展示してやるみたいな、そういう感じですよね。まあ、これが悪いとは僕全然言わないですよ。いい。まあ、でも行きましょう。小金町バザールから行きます。はい。じゃあ、小金町バザールね、ちょっと準備しますね。でですね、小金町バザールってご存知でしょうか？ずっと、まあ、だいぶ長いことやってますよね。いつからやってるのかな？僕がね、大学院生の頃に多分始まったと思うんですよね。10年ぐらい前か。まあ、10年ちょっと前ですね。から始まった、なんていうかな、まあ、まあ、地域アートみたいな感じですね。で、小金町っていう地域をご存知の方、というか、まあ、どうなのかな、横浜近辺、神奈川に住まれている方は皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、いわゆる、あれは赤線でいいんですかね。赤線と青線ってあるけど、いわゆる売春街ですね。売春宿がこうずらっとこう並んでた、地域で、そこのですね、いわゆるジェントリフィケーションってやつですよね。まあ、なんて、まあ、き、うんと、きれいにするっていうかな。きれいな街にするみたいな、ことで、始まった企画です。で、当時、中田市長だったと思うんですよね。で、中田市長は結構、結構若手のね、やり手の市長っていうことで、横浜市長としてすごい頑張られてた時に、まあその流れでやった、中田市長だったと思うんですけどね、多分。でもまあどちらにしてもその流れでやったっていうことですね。で、今は横浜トリエンナーレとセットみたいな感じで、展示が回れるようになっていて、チケット自体も、チケットいるんですけど、1000円ぐらいだったと思うんですけど、チケットも横浜トリエンナーレとセットで、買えるようになってます。で、行ってきました、僕も。で、結構実はね、僕ね、久しぶりに行ったような気がする。もう、でもね、もしかしたら、まあ、結構行ってるのかも。多分、横取りの時は行ってるんでしょうね。だから、3年に1回は行ってると思う、少なくともね。でも、それ以外はなんかあんまり行ってないかもしれないですね、僕。はい。じゃあ行きましょうか。で、横浜トリエ、あ、ごめんなさい。これが、今映ってるのがですね、全体の、なんていうんですか、まあ、マップですね。で、こう川がバーっとこう、大岡川っていうんですね、これ。ごめん、僕もあんまり知らなかったですけど、大岡川っていうのがあって、
小金町駅と日の出町駅ですね。でそれをこうあの間をつなぐ、高架下をこうきれいに高架下を使って、展示がいっぱいあると。で基本的にはレジデンスがメインみたいな感じでやっていて、レジデンスをしてアーティストインレジデンスですねをしているアーティストたちが、展示していると、いう形になっています。じゃあちょっと見ていきましょうか。でね、どうしようかな、総評からいきましょう。総評からいった方がいいのかな。あの結論っていうか、全体的に言うと本当にジェントリフィケーションになったんだなっていう感じがしましたね。あの小金町の記憶を扱うような作品っていうのは、まあこれまでもずっと何度も何度も展示されてきたって言って、まあある種ある意味ちょっとしつこいっていうかな感じがアーティストは感じているのかもしれないけれども、まあ結構ものすごくストレートに自分たちのやりたいことをいつも通りの形でやっているっていうアーティストが多いように、まあ僕には見えました。はい。でちょっとまああのどうしようかな、ごめんなさいね、大変申し訳ないんだけども、あの僕は面白くなかったんですよやっぱり。で、でもじゃあなんでこう小金町バザールのこの話をしているかっていうと、実は僕はギリギリで2003年にこっちに来てるんですけど、僕大学が SFC だったので藤沢市だったので、小金町って比較的近いんですよね。まあめちゃくちゃ近いわけでもないけど比較的近くて、で小金町っていうのがまあ有名は有名だったんですよ。でギリギリ最後の僕ちょんどま時代見れてるんですよ。でその時どういう人がいたかっていうと、当時はね、あのね、おそらくロシア系、あの北欧系ですねの人が、あのこうずらっと、まあ、いるっていうか顔を出してるんですけど、っていう状況でした。でギリギリで本当に最後の最後だと思いますね。だから2003年か4年かそれぐらいに僕見てると思うんだけど、まあそういう状況を見ていてすげえところがあるなというふうに、まあ当時思った。で、あの後々、まあ、なんていうかな、あそこどこでしたっけ、飛田新地とか見て、まあ、飛田新地とかもちょっともう、規模がもう、飛田、これも前話した、飛田ってもう、飛田は本当に衝撃的でしたね。あんなもんがっていうとあれですけど、やっぱりその、なんていうかな、合法なのかもしれないけど、合法、まあ違法でしょ。で、やっぱりまあ明らかに売春宿ですよね。が、あのここまで巨大なで、ここまでもう大広げにやってるのかっていうのが衝撃的でしたね。でそれに比べると小金町は全然規模は小さいし、あの地味でした。あのというのが飛田とかすごいでしょ。飛田とかこう照明をバーンと当てて本当にこうあのもうそのままこう立ってます。立ってる方はあの並んでますからね。あの中にあの道には出てきてないけど、多分あれ道に出てきたらなんか問題あるんだろうな。あのまあいわゆる、まああれはだからお食事どころになるわけだけど、食事どころのその中にこうまあなんて建物の中でこう座っててものすごい照明当てられてて、であの横に座ってるおばちゃんが客引きしてるみたいな状況だけど、全然そんなことはない。あの小金町はね、ただあの海外の人で北欧系っぽい人ねがあの顔を出してるっていう状況でしたね。はい。まあでも多分北欧系だったんじゃないかと思うんだけどね。でまあ今こうババッと見ていくことにしましょうね。こういう感じで何て言うんだろうな、あの高架下ですよね。に、まあ、展示があるわけです。で、まあ、あの、外、こういう外ですね。通り沿いなんかにも展示があって、これは、まあ、子供たちが描いた絵が展示してあるみたいな、そういう感じですよね。まあ、あの、これが悪いとは僕全然言わないですよ。いい、こういうのすごい大事だと思うんですけど、やっぱり子供たち喜ぶだろうし。あのだったらもっと過激にもっといっぱいやってもいいのになっていうか、これ全部埋め尽くすぐらい子供の絵だった方がたら面白いかもしれないですけどね。まあまあ、あのこの土地の歴史をやっている方とかね、
個別には多分見たら、なんていうの、作品自体は面白いっていうのがあるけど、やっぱり黄金町に行くっていう僕気持ちがあるから、なかなかね、こう一つ一つの展示で、やっぱりこうすごく完成度が高いものっていうのはそんなにないし、やっぱりギャラリーの個展みたいな、そういうレベルの作品はやっぱりそんなにないっていう感じはするんですよね。で、こういうのとか見てみます？街づくりの歩みとか言って、こういう、黄金、こ、うん、な、初大日の出町地区っていうのかな、よくわかんないけど。で、売春会があったんだよとかっていうの。あ、で、書いてあるんですね。平成17年1月、神奈川県警本部が実施した売買作戦。売買作戦ってすごいですね。によって、一掃されて、生活環境の健全化に向けて大きな一歩となりました。とかって書いてある。黄金町バザール2008でした。2008年に始まってるんですね。だからやっぱそうですね。僕は大学院1年生の時ですね。1年かな？ 2 年かもしれないな。で、そういうことをやったんだよっていう撲滅宣言っていうね。これ3つあるから3箇条読んでみましょうか。我々地域住民は住みよい生活環境を取り戻すためってすごいな。将来の環境設計を計画し推進します。その計画を実現するために地域住民、小学校等の関係機関の協力をいただき、売春飲食店の撲滅を目指します。そして私たちが愛するこの街を安全安心住みよい街にするため環境浄化を推進しますって書いてありますね。で、確かにですね、完全になくなってるんですけど、後から僕ちょっと話しますね。当然ですね、その町がですね、完全にですね、町の色がなくなるなんていうことはないわけです。ただ単にですね、場所が移動していくっていうかね、そういうことなだけなんですよね。で、それが町の強さですよね。なので、なんていうかな、僕はそのジェントリフィケーションに負けない町の強さみたいなものを黄金町に見たっていう感じはしましたね。それがいいことかどうかわからないですよ。いい悪いは別です。ただ街の強さっていうものは僕はやっぱり見た。つまり簡単に言うと、風俗街っていうのはこのすぐ近くに残っています。で、2008年に黄金町バザールが始まったわけですけど、僕ちょっとね、調査みたいなのって少し関係したことがあって、それで聞いた話なんですけど、あのね、あの女す、あの、えっと、まあ、に、平成17年からその売買作戦というのが始まって、後からそのちょんの間の後にも展示されているので、そこをお見せしますけど、その時にですね、確かにちょんの間はなくなったんですよ。あ、なくなったというか、ちょんの間自体が使われることはなくなったんですけど、その後ですね、さっき川ありましたね、大岡川。大岡川のところに、たくさん橋がかかってるんですけど、その橋にですね、いわゆる立ちんぼってやつですよね。売春をする人がですね、立ち始めたんですね。ただ一つ違ったことがあるんです。これね、女装した男性だったんですよ。がすごく増えたという話を聞きました。で、僕は、実際に僕は夜とかに歩いたわけじゃないから見たわけじゃないんだけど、これ話、あくまで話だけれども、それ調査した時に聞いたことなので、本当だと思うんですけど、これ僕もね、当時聞いて知らなくてびっくりしたんだけど、女性の場合は違法なんですよね、売春って。で、なんだけど、男性の場合は、これね、法に触れないらしいんですよ。というのが、っていうことらしいんですよ。それはもう単純に、なんていうかな、その女性器を使うと、アウトらしいんですね。なんかそういう法律らしいです。で、堂々とその立ちも立ち始めたという話を聞いたことがあります。そんなところですかね。ちょっとこれはなんかすごい、なんていうかな、なんかなるほどなと思ったっていうかね、そういう感じでしたね。
で、小金町芸術センターっていう、こう芸術センターと呼ばれるものがあったり、するわけですね。で、本当にね、かなりの大規模なレジデンスになってましたね。で、作業している人たちとかもいてね。こういうところは普段だから作業部屋なのかもしれないんだけど、こういう感じで。まあ、結構面白いものもあるんですよ。これなんか面白そうですけどね。こう、吊ってあって、なんか糸でこう、ものが吊ってあってですね、ここにペットボトルがあって、下にこう、なんか垂れてるみたいな、こういうやつなんですけどね。これもね、この写真で見るとあんまりわからないんですけど、これは掘ってあって、実は壁を。掘ってあって、そこに樹脂みたいなもの、透明の樹脂みたいなものを入れてるんですよね。で、平面に見せてるっていう作品ですね。で、なんかこんなのもあるんですよ。これはね、日本おはじきサッカー協会って言って、おはじきサッカーっていうのがあるんですね。知らなかったですけど、そういうものもあったりなんかしますね。あと、これは結構面白かったの。この部屋にあったの、あれ？ここじゃなかったかな？電話を待つだけっていうね、部屋を作ってる人がいたんですよね。電話番号が書いてあって、そこに作家がいる間は、電話してくれたら電話に出ますっていう。で、電話している相手を、ガラス越しに見ることができるっていう作品で、これは結構いいかなと思いましたね。こういうなんか住宅ですね。これはもう普通の住宅だと思うんですけど、こういうところを利用した作品もありました。で、この作品は僕すごい良かったですね。いろんなこうギターとかをですね、こうか、あのこうかき鳴らしたりしながら、Tomorrow is Yesterday っていう作品ですね。岡田光雄さんっていう方みたいで、この人ね、もともと、調べたら、ほとんど絵描いてる人でしたね。で、なんか、結構ね、サイケな感じの映像なんですよ。で、暗室にして映像を見せてるのってものすごく少ないんですけど、黄金町バザール、今回の黄金町、少なくとも今回の黄金町バザールでは少ないんだけど、その中ではすごく良かったですね、この作品。違うか。ごめんなさい。アニムスっていうギタリストとして活動されてるんですね。ごめんなさい。となると、もしかしたら僕が調べた方と違うのかな。そうそうそう。これね、息抜きの重要さを、重視するとかって書いてあって、コンセプトと作品がね、結構一致してる感じがしたんだよな、僕これ。本当にこう、でもサイケデリックってそういうことだったのかなっていう感じがしますね。息抜き。で、コロナ禍においてそういうものが重要なんだっていうふうに、これ、テキストに書いてありますけど、だから僕、その SNS 環境みたいなのをやっぱり考えながら、どうしてもね、現代の問題ってそれに関係しているものが多いと思うので、それをで見てしまうんですけど、やっぱコロナ禍において、Twitter とかですね、Facebook とか何でもいいですけど、メールとか、テキストでやり取りするって、僕あんまり結局息抜きにならないっていうことが結構はっきりしたんだと思うんですよね。だからテキストってものすごく意識的に書くしかないし、意識的に読むしかないですよね。ロジックで読むしかないっていうかな。そういうのって、それって生きにくすごい難しいですよ、やっぱり。もうちょっと言うと、意識じゃない、無意識っていうものを使うことができないような状況になってしまっている。で、自分たちを追い込んでしまってるっていう感じがしますね。だから常に意識的じゃなきゃいけない。自分たちが。っていう状況に、我々が、でもね、その状況こそが無意識なのかもしれないけど、意識的であること、あれというふうに無意識に自分たちを追い込んでいる状況っていうのが、非常に苦しいですよね。だから意識的に離脱するしかないんだけど、今のところ。その、ある種の離脱の方法を、自由と息抜きっていうふうに言い換えるっていうかな、息抜きって言い換えるっていうことは結構いいような気がしました。だからすごく映像サイケなんですよ。サイケデリックなんですよ。なんだけど、
例えばその何ていうかな、麻薬っぽいようなね、あの異世界に行くみたいな、そういう形ではなくて、これは息抜きなんだっていうふうに定義するということはすごくいいような気がしました。なのでこの作品は僕すごい好きでした。はい、あとね、これ面白い、これこれはもうちょっと通りなのであんまり映さないようにします、大きく映しませんけど、これね、このぎっしりね、服がなんか外に、これはね、干してあるっていうのかな、干してあったんですよ。こういうのが小金町だよなって思いましたね。一軒家ですよ、これね。ぎっしりですよ、パンパンに干してあるんですよ。で、これ意味不明なんですよ。で、ここになんかここありますけど、で、これ傘があるんですけど、傘にこう、なんていう、引っ掛けたら傘にこんなに水が溜まってるんですよ。こんなに水溜まります？傘に。これもうすごかったな、なんか。でもこういうの面白いなと思った。で、この建物のところになんかよくわからないこの鳥がなんかワシみたいな、ブワーッとかっていたりとかね、こういてあるとか。こういうのがね、やっぱりいいなと思いますね。で、こういうね、この黄色のね、これ僕学生時代に住んでたアパートこんな色でしたけどね、こんな色なんだけどアクアマリンっていう名前のまあアパートだったけど、まあいいや。このビルとかね、この室外機とかこうね、こう見て、なんか僕これ見てね、ちょっとね、香港思い出しましたね。香港はね、なんか香港っていうか中国とかもそうなのかもしれないけど、すごいこういっぱいこう室外機がなんか異常に並んでるみたいな、なんかそういうイメージありますよね。こういうのはすごく、なんていうの、しかもこれ、ここの名前カオスっていうんだね。ここのバーの名前、バーかな、わかんないけど、カオスっていうみたいですね。これいいですよね。はい、なんか未来の移動ラボとかって、これ何か分かんなかったけど、なんかこういろいろ、なんか多分大学とかと組んでやってるんじゃないかなと思ったんだけど、ね、はいはい、できましたね。で、これがですね、キューチョンの間です。これはちょっと見ましょう。キューチョンの間っていうのもおかしな言い方だけどね、まあこういう風になってるわけですよ。長屋形式ですよね、やっぱり。で、今なんかおしゃれなバーとか、なんですかね、これはご飯屋さんですけどね、カフェとかが入ってるんですけどね、こういうところですね。で、こう、まあ、こう2階にこうパッと上がって、こう、でっていう、まあ、1階がいわゆる飲食店になっててっていうやつですよね。そういう形式ね、いわゆるね、はい、このバーッと並んでるということですね。これも小金町駅の方です。日の出町じゃなくて小金町の方ですね。で、小金町とこうなんかね、こう ちょうどね、通りと通りの間の三角地帯みたいなところにね、こうギュッと並んでるんですよ。まあこういうお店があってね。うん。まあこんな感じですね。で、まあ展示もこう、なんていうか全てじゃないんですけどね。だから空いたところを使ってるってことなんでしょうね、これね。なんかこういうなんかの配電盤とかのね、こういう水道メーターとかのこのずらっとこう並んでる感じとかは、これやっぱいいなーなんて思ったりするわけですけどね。はいはい。ごめんなさいね。じゃあこれぐらいにしときましょうか。で、これはね、すごいいい作品でした、やっぱり。阿川大樹さんだったかな？大樹さん。で、彼は小説家で、この、横浜小金町パフィー通りっていう、こういう、本を出されてる方ですね。この本を出してる人なんですけど、この展示はすごいいいですよ。かつてのそのキューチョンの間を、くり抜いたような、感じになってて、これ上がっていくんですね。で、上がっていくと、こう四角こう穴が開いててですね、こういう風に開いてて、そこからこう覗くようになってるんですよ。で、じゃあここ何が書いてあるかっていうと、こうもうちょっと行きましょうか。もうちょっと行ったらですね、はい、男が来ない日は一日中窓の外を見ていると。ただこれだけなんですね。やっぱこれすごいなと思いましたね。これはやっぱりすごくずっと研究していた、研究っていうかね、調べ調査していた方だからできる展示だなと思いました。で、これはどういうことなの、これ2005年って書いてあるのがどういうことなのかちょっとわかんないんだけど、これも同じようにですね、
これも内側からだった、外側からも見れるのが1個あったよう な気がしたけど、これも内側からですね、こっちで、なんていうの、裏側ですね、裏口ですね、裏口側の方にもうこの窓があって、そこにはお客さんこっちから逃げてくださいと、まあ、こういうことがあったんでしょうね。ごめんなさい、本読んでないのでわかんないですけど、そういうとこういうことがあったんでしょうね。はい、まあこういう展示でした。これはすごくやっぱり何ていうかな、いい展示だと思いますよ。小金町の記憶っていうのはやっぱり大事だと思うので、はい、まあまあまあ、こんな感じですね。はい、なんか英会話教室があったりとかしてね。はい、でちょっとね、通りを見るとですね、こういう感じでね、こうまあ結構大きい川なんですよ、大岡川ってね。でまあ通り自体は気持ちいいところでですね、まあ子供がこうなんか座って遊んでたりとかですね、もうするんですね。 あとこれなんかすげえ安くて僕びっくりしたんだけど、岩崎、男性客歓迎会とか書いてあるから、カット980円ってね。あ、違う違う、これね、下に、ここにね、下に書いてあってね、なんかね、サービスでね、ここ書いてある特別プライス690円ですよ。カラー1980円ですよ。やっぱね、この価格破壊感がね、小金町感があっていいなって感じがねしましたよね。はい、でですね、小金町とか日の出町って片方は川なんですね。一方は川で、一方は山なんですよ。山っていうか、まあ丘なんですよ。山っていうほどじゃないんですけど、でその高いところの方はまあ高級住宅地っていう、まあ高級なのかどうかわかんない、まあ結構お金持ちが住んでるはずです。僕 SFC 生でもいたから。でまあまあお金持ちなんだと思うんですよ。でそことは逆方向、川を渡るんですね。川を渡ったらですね、ですね、だんだんですね、雰囲気が出てくるんですよ。こうなんかよくわからないアートみたいなのね、パブリックアートみたいなのもあったりするんですけど、なんかこうすげえところ、すげえ感じになってくるんですよね。こういう感じで、これとか、まああんまりこれでもな、あんまり見せない方がいいか。これ こんなにボロボロになるみたいな、ね、家ってあるじゃないですか、ね、そういう感じになってくる。はい、そしてどんどん出てくるということですね。これちょっと名前が出てるのであんまり見せませんけど、通りの名前がね、親不孝通りって書いてあったな。親不孝通りっていうらしいです。っていうのがあって、これ方向的にはね、伊勢崎町に行く方ですね。で伊勢崎町すごい、なんていうかな、本当にこう新宿的な、新宿とはまた違うか、飲み屋とかがいっぱいあるところで、すっごい人もいっぱいいるところなんだけど、そういう方面に行く、まあ、道ですね、にのなんですけど、まあこの、堀市さんのね、まあ今で言うとスタジオがあったりとかするっていう感じですね。でこれちょっと通り映してますけど、これね、僕歩いてみたんですけどね、ものすごい長かったですよ。もうめっちゃ長い。そりゃね、100メートルっていうことはね、全然ないでしょ。さあ、相当歩きますからね。1キロはないかもしれないけど、1キロはまあないだろうな。でもね、体感1キロぐらいよ。もうずーっと続きますから。歓楽街っていうか、もう風俗店の通り、ブワーっと。で、もう、さっきの小金町と要するに並行してあるわけですね。並行して川を挟んで並行して、その親不孝通りがブワーッとあるわけですよ。でそれが大体ね、どれぐらい離れてるかっていうと、何メートルぐらい離れてるのかな。川があって、まあでもね、300メートルぐらいかな。それぐらい、300メートルぐらいポッとこう行くと、もうすごい付属街なんですよ。がバーッとこう連なってるんですね。ところがその、その一本手前の通りは この通りです。この通り、自転車も押しちゃだ、乗っちゃダメな通りね。ですよ。本当に綺麗な、全部電柱も地中化されててね、地面もアスファルトじゃないね。こういう通り、こういう本当に綺麗な通りがバーッとあって、人が歩いてると、ね、こういうところでした。はいね、だから結局こういうことなんですよね。でまあまあ、なんていうかな、
難しいけどね、小金町っていう町をどういうふうに、もちろんね、住民の人の考えっていうのは非常に重要ですから、彼らがどういうふうに町を作っていくかっていうことはね、もちろん考えなきゃいけないわけだけど、ねえ、まあ難しいね。その芸術が何ができるかっていうことに関しては、いいと思いますよ、いいと思います。いいと思うんだけど、そうね、なんかまあ結局こうアーティスト・イン・レジデンスっていう方法じゃないのかもしれないですよね、もしかしたら。だからものすごく長い間アーティスト・イン・レジデンスをやっていて、どのぐらいちょっと予算がついてるのかっていうのをごめんなさい、調べてないからわからないけど、かなり莫大な予算がついてますね。まあ莫大っていうか、なんていうかな、長いからどんどん整備されてきてるんですよね。で結構いいと思うんですよ。ただやっぱりなんかこう、なんていうかな、アートの街になってるとはやっぱり言えないし、やっぱり公的なアートっていうかな、もう本当にアーティスト・イン・レジデンスっていう感じなんですよ。だからその地域に住むっていうことと、アーティストが通り過ぎていくっていうことは全然違うはずで、通り過ぎるんだったらパッと通り過ぎればいいわけですね。で地域アートってそういうもんだと思うんだけど、まあ僕それはいいと思うんですよ。北川フラムさんがよく言ってるけど、地域を変えるっていうかね、若者よそ者バカ者ってやつね。で若者でももうない感じの人たちが多くなってきてるし、よそ者ではあるんだけど、バカ者じゃなくて結構お利口さんみたいな感じになってきてるっていうのは、なんかこう、なんていうかな、やっぱりこう街が、どうなのかな、何ができるのか分かんないね。だからごめんね、まあもうちょっとちゃんと考えなきゃいけないのかもしれないけど、まあジェントリフィケーションに、をやっぱアーティストがうまく利用すればいいとは思うんですよ。だからもっとうまく利用できた方がいいよね。だからもっと面白いアーティストっていうと変だけど、もっと過激なアーティストっていうかな、危険なアーティストを呼び込んでもいいんじゃないかなっていう感じはどうしてもしちゃいましたね、僕なんかは。それはまあまあ、そういう感じ。ただ僕はちょっと皆さんに伝えたいのは、やっぱりどんな地域アートとか言ってもいいと思うんだけど、やっぱり街歩きすることっていうのが一番重要だと思いますよね。だからこういう展示の場合はね、やっぱり街を歩いて初めて、その美術館でもそうだと思うんだけど、そういうものが分かってくるっていうかな、ことがすごくあると思うので、特にこの地域はすごく面白い地域だと思うんですよね。だから丸1日かけて横取りと小金町バザールはダブルで行くのはかなりきついです。横浜トリエナルがやっぱ時間かかるし疲れるので、で小金町バザールもはまあ早く見ようと思ったら早く見れますよ。そんなに大量にあるわけじゃないし、映像とかも少ないので。だけどやっぱ時間をかけて見る、街を歩くっていうことに時間をかけるっていうことすごく重要な気がしますね。で特に東京、まあこれ東京アートナウって名前つけてるけど東京じゃないんだけどね。でこの小金町はね、でその東京とは全然違うものがこの街にあるってことははっきりわかると思うんですよ。でこれはやっぱり、行く価値があると思いますね、そういうものに関しては。だからすぐ近くに全く違う空気の街があるっていうことはやっぱり、なんていうかな、そのこと自体が地域の強さでもあるし、まあ国の強さにもなるっていうかな、いう感じがするんだよね。
だからそのアートで染める必要はないから、その多様性の一部にしっかりなるっていうかな、いうことですよね。まあということだな、今分かったけど。だから多様性の一部になんか慣れてないっていう感じがする。まあなんかね、慣れてる人もいるんだろうね。でもまあそういうもんだよな。そういうもんですよね。慣れる人もいれば慣れない人もいるっていうことですよね。まあそれでいいと思いますね。でもね、だから。だからその予算は続かないので、永遠に続くわけじゃないので、その中で面白いことをまあだから僕の場合は2、3人いたっていう感じですね。だから、それでいいんでしょうね。きっとね。だから全体が面白くか面白くないかって言ったら面白くないですよ。ただ街は面白いし、面白いアーティストもいた。こういう感じですよね。でした。以上になりますね。以上、黄金町バザールでした。ということで、一旦こちらに戻しまして、どうでしょうかね。